マスコットを務めるのは今年で4年目ということで、もうマスコットガールもすっかり板につきました。昨年続いてのこのドーム、そして初白星を目指します。まあ、とにかく選手たちが非常に今年は大きく見えるんですということで、かなり去年までとは違って結果も残してくれるんではという期待感も大会前に抱負として語ってくれました小池恵美さんです。さてこの回は4番の深谷からということになります。4番でどっかりと座っているこの深谷、河本さん、これ相川投手はまた追いついてもらいましたもんね。そうですね、ついてるんでしょうか、ね、本当ですね。今の2ストライクまでの2球はいいコースなんですね、なんですよね。そこから2つは明らかなボール球です。しづらいですけど、放送席から見ても次はどこ待てばいいのかなという感じありますからね。キャッチの構えてるとかそうですよね。である程度右のサイドハンド気味でまっすぐもそこそこ力ありますが、右バッターなんか若干こう怖さみたいなのもあるんじゃないでしょうかね。あるでしょうね、ちょっとバッターの方に踏み込んでくるような投げ方してますよね。でここは深谷にボール球のまっすぐを振って空振りの三振に倒れています。確かにそうですね、構えたところには行ってないんですが、結果オーライですね。ただでもなんていうんですか、運みたいなもんは今日のピッチングに関してはあるかもしれませんね。それと低めにいいボールが入ってますよね、はいはい、ピンとして。でところどころああやって緩急というんですかね、緩い球、大変絞りづらいと思うんですよ。ですね、打ち返したショート、しかし真正面ダイレクトで取りましたか、いやファーストへ投げてショートゴロですね。ショートの平岡がさばいています。2アウト。なかなか大量点という形になりません。河合がこの回はそういえば初めて深谷を三振取って先頭ランナーも抑えました。これ3人で行くと今度守りから攻めの攻撃の、ね、攻めのリズムがね。そうですね、ピッチャーのリズムって大事ですよね。はい、この辺でこれ逆に視聴者は点取れなくても出たいところ、逆に相川は抑えたいところなんですが、河合楽器の方はちょっと消化不良気味の攻めが続いています。ここまで7安打、そして四死球も実に4つ、都合11人のランナーが出てるんですが帰ってきたのはわずかに2人だけ。はい、今のなんかいいボールですよね。追い込みました相川。ここは振ってません。関の庄司もこれ本当に追い込まれてから何待てばいいんだという感じになってきますから、非常にこう絞りづらいピッチャーでしょう。今度はインサイドにキャッチャー寄って真ん中に入ってきましたが、打球は平岡の正面。この回マウンド上の相川が初めて河合楽器の攻撃を3人で切って取りました。5回の表終わって2対2の同点です。
5回の表マウンド上の相川がいい形で3人で切って取って、今度は5回の裏息上がる三菱重工広島の攻撃となります。三菱重工広島のマスコットガールご紹介しましょう。こちらの吉本陽子さんです。25歳、タレントの竹野内豊さんのファンだということですが、まあ、突然マスコットガールに指名されたのでびっくりしましたけれども、とにかくチームの選手たち一人一人が最後まで諦めることなく全力で頑張っているんで、悔いが残らないようドームでも粘り強く戦ってほしいとエールを送っておりました。さてこの回の攻撃ですが、8番の高橋に代わって横井を代打で送ってきました。左バッターの高橋を退けて右の横井を送ってきました。三菱重工広島の上田監督です。柳井ですね、ごめんなさい。さあこれ仕掛けてきましたね。そうですね、動きが出てきましたね、はい。まあ、これ5回の表が本当に守りでいいリズム作りましたから、あのいいんじゃないですかね。そうですね、こういう展開はここで、まあ、あの攻めの方にこのいいリズムを切り替えていきたいところ。上田監督、低めの球ショートゴロか一塁へ、ちょっと高いがワンアウト。代打構成は柳井のショートゴロという形で実りませんでした。新投手もでも淡々とと言いますかね。そうですね、あのホームランとルイス君に打たれた当たりだけですね、いい当たりは。そうですね、こちらは冒頭と。そうですね、よく投げてますね。そうですね、さあそして第1打席でヒットを打ちましたルイス・カマルゴ。打球を視線で追ってましたファールボールです。まあ、このルイスですが、まあ、日本人のもう一人キャッチャーでという法政大学出身のルーキーがいるんですが、まあ、この2人を上田監督予選なんかで競わせてですね、まあ、本当に1試合ごとに純粋に調子のいい選手をスタメンで使ってたそうなんですが、そのあたりにも発表しましたが、このルイス予選では29打数10安打4打点とバットの方でも活躍しました。広島県の予選の一次予選ではリースの広島戦でホームランも放っています。変化球ですがファールで逃れました。これルイス選手はややオープンスタンスになってますよね。あの構えはそうですけども、うちに行くは、まあ踏み込んで打ってると思うんですけど、なるほど、これ左ピッチャー用にってことじゃないんですか。そうじゃないと思うんですね。という本来のバッティングなんでしょうね、ツーナスから一球誘ってきました。広島の方も、まあ、地元広島のみならず関連会社の方なんかもかなり今日は朝早い段階から熱心な方が一塁側に詰めかけているとチームスタッフの方も言っていました。その熱い声援に応えられるか、さあ熱い血が騒ぐかルイス・カマルゴ。合わせていきました慶太です。センター前進抑えてる、ナイスキャッチ。センターの福山見せました。今川本さんルースもうまく打ちましたよね。うまく打ちましたね、うまく打ちうまく取り、はい、いいプレーですね。ですね、攻めも攻めたり守りも守ったり、ここは福山龍ナイスプレーでマウンド上の石井を盛り立てます。凡退しましたけどバッティング結構器用ですね。よく溜まってうまくあの変動を返して打ちますね。うまさが非常に光っていますので、この後のバッティングも楽しみです。
さん、逆に今日はちょっと本来のバッティングができていませんか、平岡。予選では11試合連続ヒット、46打数で15安打、そしてホームランも6本、打点15と大暴れしたこの平岡なんですが、なかなかこのドームは勝手が違うんでしょうか。こういうツーアウトからランナーがいない時っていうのは、はい、こういうバッター怖いですよね。あ、なるほど、思い切りいきますからね。ましてやこのボール2ですしね。そうですね、思い切って狙っていきますか。11試合で6ホーマーという平岡のバットが、ここは低めいっぱい、はい、いい感じですね。ね、粘り強く投げています。これ12分に先発起用を答えてますね。もう十分答えてましたね。こうなってくると本当に両チームともどこでピッチャーがあるかというのは今後楽しみです ね。平岡3打席目もショートゴロに倒れました。石井も5回の裏3人で切って取りました。5回終わって2対2、両者がっぷり四つの展開が続いています。第70回の都市対抗野球大会5日目の第1試合、広島市の三菱重工広島と浜松市の河合楽器の試合は5回を終えまして2対2の同点です。三菱重工広島先発 NKK から補強の相川、ご覧のようにかなりランナーは出してるんですが、真帆さん、結果的には2失点。そうですね、だってやはり節々でいいボールが来てるということも言えると思うんですが、うん、ですね。さあ右へ打ちました。ライトの頭上を襲うが取りました、摂津、ワンアウトです。なお先ほどの回、三菱重工広島は代打構成柳井を送りましたが、その柳井に代わって片岡がサードに入って、サードの上がセカンドに移っています。8番サードご覧の片岡健太郎、そして上はセカンドに回りました。で、相川投手は先ほどぐらいからちょっと落ち着いてきたかなと。そうですね、打たれてはいるんですけれども、やはりその絞りづらいみたいなところが、ですね、まあ、結果がこういう得点になっていると思うんですね、はいはい、で、こう要所要所といいますか、ところどころ風の根も出ないくらいの球が来るんですよ ね。この辺が本当に、まあ、なんて言いますか、掴みどころがないと言いましょうか、なんとも言えない、解説すれば非常に狙いづらいところなんですが、相川投手も何とかんと言っても5回2失点で6回来ましたからね。そうですね、打たれながらもよく投げてると思いますよ。ですね、ただ本当にこれ替え時難しいですね。難しいですね。ある意味で対照的な両投手の投球内容って感じですもんね。そうですね、相川投手の場合は本当にいつ崩れてもおかしくないようなピッチングをしながらここまでにして、逆に石井投手は一発なんかもありましたけども、まあ、ほぼ味のあると言いますか、本来のピッチングですよね。さあセカンドに行った神、踏ん張って一塁送球取れました。ルイスがバックアップ、記録は内野安打。セカンドに回った神、ちょっと踏ん張って、ね、一塁へというところでしたが、送球がそれてしまいました。内野安打です。ワンアウトから平山が今日2本目のヒットで一塁に行きました。そして打席に石野というところです。
最初がフォアボール、先ほどは送りバントと、まあ、ランナーがいる場面で打席に入ってしっかりとつないでいます西野。まあ、このドームでは最低3つ勝つことを目標にしているというこの西野なんですが、まあ、そのためにもまず初戦ですからね。そうですね、ここは何かしたいところなんですね。はい、ですね。コントロールが悪いですからなるほどなるほど、一点のランがかけづらいと思うんですね。山本さんも監督の経験が長くて、まあ、いろんな策をね、いろんな状況で仕掛けたと思うんですが、さあここで仕掛けてきました。右へ打った西野の打球は深いところまで飛んでいる。どうだ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 、入った。西野の一振り、右中間、大会41号。河合楽器、今度は西野の一発でリードを広げました。4対2。いやー、三塁側ようやく消化不良気味だった応援席が活気づきます。これ今ランナー走ってましたんで、エンドランですよ ね、 ですね。でセオリー通り右狙っていった西野、本来ならゴロ打たなくちゃいけないんですねインドアドバッターのことあります。なるほど。ただ結果があれですか、怒れないですね。さあこれで三塁側何か胸の使いが降りたといいますか、留飲が下がるといいますか、気持ちのいい点の取り方をしてリードを2点と広げました。で上位に移って野口です。今日は2打数1安打野口。中高広島の方もこれ2点リードされたというのはこの試合初めてですよね。そうですね、こういうリードはもうしょうがないですね。ですね、ここに買いやすくなったなっていう、ですよね、ピッチャーね。今もしかすると買えるかなと思ったんですが、続きました野口、センター前ヒット。ここで上田監督出てきました。ああ、ここはもうマウンドに行く前にピッチャーの交代を告げました上田監督です。ここまで打たれながらランナーを出しながらも好投していた相川、ここで降板。6回の表2点を取られてなおもピンチというところでピッチャー交代となりました。それではここで一旦コマーシャルをご覧いただきましょう。河合楽器が3回に先制すればすぐさま追いつき、4回再び突き放せばすぐさま追いつきという形でしたが、6回の表先ほど西野の一発で4対2再びリードを広げました。そしてなおも後続野口がヒットというところで、いよいよ三菱重工広島の上田監督はエースの上野をマウンド上に2番手で持ってまいりました。上野貴弘です。広島商業時代は甲子園3年の夏、あの決勝で福岡第一高校の前田投手、現在ドラゴンズにいますけども、あの前田投手と投げ合って1対0で完封勝利、見事に優勝しました。日体大を得まして入社7年目。まあ、川本さん、この上野投手がですね、はい、三菱広島は予選11試合戦った中で本当に大車輪で、そうですね、もうや
ナインからの信頼は一番強いあると思いますよね。そうですね。失点はかなりされてるんですけれども、うん、はい、非常にあのマウンド上の雰囲気っていうんですかね、リズムがあるようですね。なるほどなるほど。だから、まあ、守りやすいというか攻撃にこう移った時にも、はい、そのバランスっていうんですかね、非常に雰囲気のいいピッチャーだそうですけどね。なるほど。2番手上野に対して打席は先ほど守備でいいプレーを見せました2番の福山。ワンアウトランナー1塁6回の表、なおも追加点へ、攻撃の手を緩めたくない河合学園の攻撃です。ここもなんかカウントによっては仕掛けていきたいところですが、簡単に送りましたが、こういうところがうまいですよね。ですね、28歳の上野、まあ、3年前準優勝した時も本当にエースの頑張りということで、まあ、2勝を5試合5連投しました。2勝をマークしています。河合学とすれば相手のエースが来て相手にとっては不足がないというところですが、ファーストに足のあります野口を置いて打席2番の福山、しかし2ワンと追い込まれています。2ワンから2-2、この上野投手、広島の1次予選から2次予選全11試合中なんと9試合に登板、6連投もありました。チームは敗者復活戦なども含めて8勝したんですが、そのうち7勝がこの上野のマークした白星です。大エースの上野が後続を断ち切れるか。ランナースタート、セカンドへ三振ゲッツー。エースが出て流れが変わったが三菱重工広島、低めの球ルイスよくここから投げて刺しましたが、そうですね、まあ、ヒットエンドランですからスタートが若干遅れたと思います、ね、なるほどなるほど、ええ、しかしこの回河合が西野の一発で2点を取って4対2リードしています。この試合初めて2点のリードを奪われました三菱重工広島、6回裏の攻撃です。さあ相対します河合楽器の先発石井投手の投球内容をご覧いただいておりますが、ここまでの石井投手、改めて川本さんいかがですか。そうですね、よく投げていると思いますね。監督の、はい、まあ、信頼といいますか、狙い以上のものが出てるんじゃないかなと思うんですけれどもね、はい、まあ、監督としても5回3点かなというような見方をしていると思うんですね。この後どういうふうに。そうですね、まあ、石井がどこまで踏ん張れるか、そしてどのあたりで次のピッチャーへつないでいくのか、すでに頭の中はそれあると思います ね、 ですね。ただ高騰してますよね、うん、コントロールもまずまずですから、はい、センター返し、吉岡いいバッティングを見て先頭ランナー出塁です。ちょっと高かったでしょうかね。カーブ高いですね、真ん中ですね。ただ吉岡選手もらしさを見せました。さあ怖い中軸の前に吉岡が出ました。ノーアウトランナー一塁。吉岡選手もかなり身を乗り出してサインを取り込んでましたが、今日はライトフライ2つというセッツ。これ逆に三菱広島の方は動
動きがありますかね。カウントによってあると思いますね。なるほど。上田監督とすればリードされてしまった2点をどんな手段を講じてこう追いついていくのか。そうですね、まだ6回ですから。そうですね、いろんな考え方できると思いますね、はい、ただ打順がこれでクリーンナップ入ってきますから、どうしても進めていきたいところですよね。そうですね、うん、まあ、この摂津は今日、まあ、ちょっと結果は出していないんですが、この後4番には先ほどホームランを放った国忠、さらには神と今日選手が続いていきます。この辺りはマウンド上の石井もしっかりと揃えています。2点取られた後はこうしてすぐヒットを打つっていうところがまた広島粘りのあるというゆえんなんでしょうね。粘りの差が東京ドームの全身後楽園地帯から通じて都市対抗の初戦は負けなしというそういった結果にも結びついているかもしれません。一塁側の三菱重工広島、まあ、実は今日は第2試合でも三菱重工長崎、そして第3試合でも三菱重工名古屋と、これ3試合とも一塁側は三菱重工勢ということになりますでね、まあ、ある程度企業職も郷土職に加えてプラスアルファで合同応援なんかもしているようなんです。これ弾みをつける意味でも1試合目で広島が勝つとね、あとのチームもね、俺たちもってことになりますからね。逆に河合楽器の方は昨日の第3試合で高知静岡勢の山葉が勝ちました。さあこれはショートフライです。野口ランナー進めずワンアウトランナー一塁、結局上田監督強行させていきましたが難しいと思っちゃいましたね。そうですね、まあ、追い込まれてましたから、手が出ましたね。ワンアウトランナー一塁で先ほどホームランを放った国忠、先ほどは見事なホームランでしたが、ここではどんが出ると神、小上、山田と右の強打者3人続きます。これ国忠選手が例えばつないでチャンスが広がると河合楽器の継投もということに。おー、2打席連発、またまた同点ツーラン、大会42号、国忠自身2本目。それ入りました三菱重工広島、土俵際押されてもすぐさま土俵中央を押し返してまたまた同点4対4。いやいや恐れ入ってました。全くその通りですね。これどう巻き取ってますよ。ですよね、左へ一発を叩き込んでいきました国田だ。そして村瀬監督がここでマウンドへ上がります。いやー、右へ左へと2本の同点アーチ、さすがに補強という感じです。活躍してますね、はい、そして河合楽器です。ルイスも嬉しそうですが、河合楽器ですがピッチャー変えますね。石井が三塁側のスタンドの拍手に送られてベンチへ下がって、そしてこれクールダウンをしようというところ。2番手は右ピッチャーの背番号15番2枚のようです。ワンアウトからツーランを打たれて同点に追いついたところで河合楽器の村瀬監督は先発1位を諦めてご覧の今井勇気を2番手で持ってまいりました。弁武大附属高校から九州共立大学を出まして入社5年目の27歳、予選では関東自動車戦で2試合放りまして、関東自動車戦の2番手で放りまして1回3分の2をぴしゃりと抑えています。都市対抗は3年前の第67回大会の JT 戦以来、自身2回目のマウンドとなります。いやでも石井選手は打たれちゃいましたけど、
ね、今もあの高かったですけどもコースはそんな悪くないコースだと思うんですね。打ったバッターがいいバッティングでしたね。まあ、本人ちょっと今悔しそうな表情も見せましたが、そうですね、もうでもこれは6回まで、3点でというのが1点、はい、ホームランで多かったですけれども、そうですね、まあ、これはしょうがない、これはもう国忠の方が1枚上手だったということで、まあ、これは致し方ないですかね。そうですね、川本さんの目からご覧になってももう好投と、このホームランを省けばですね、はい、非常にいいピッチングしたと思います。そうですね、で監督も大体そのつもりでいたんじゃないかなと思いますけれども、はいはい、まあ、ツーランホーマーっていうのがですね、はいはい、1点余計、これは両方の監督にも言えると思うんですけれども、ね、6回あたりで対応というふうには考えてたと思いますよ、ね、はい、そのあたりで若干悔いも残るかもしれません。村瀬監督同点だったですからね、はい、なかなか難しい変え方、変え時難しいですよ ね、 そうですね。ただ試合は国忠の今日2本目のホームランで三度振り出しに戻りました。そして今度は5番の神です。これ前で同じ補強の国忠がバンバン活躍されては神選手もこれバットの方でね活躍しないわけにはと内心心中するところあるかと思います。逆に2番手の今井とすればこうサイドからある程度いろんな球種を投げ分けるようなピッチャーなんですか。そうですね、石井君が左の、まあ、はい、スリークォーターですから、神打っていったレフトへフェンスにワンバウンドで当たる。神はどうする。二塁へ帰ってきた。これはもうどうしたか。神入ったと思ったんですね。ですね、こういうプレーはそういうのがなかったんですね。ですね、本人とすれば手応えがあったんでちょっと走塁を怠っていましたが、ここでちょっと神選手が見ちゃったんですよね。ここがフェンスに当たって行ったんですがタッチアウト。ですからこれ記録はレフトオーバーですけどシングルヒットとして、ということになります。ラインドライブかかりましたね。スタートボールが落ちましたね、はいはい、いい当たりすぎたんでしょうか。そうですね、まあ、しかしいずれにしましてもランナーに出ることができずランナーなしでこの最上を迎えています。3番に入っている摂津、そしてこの最上の本来の中軸の経験のある一枚のベテランバッターが今日はバットの方でいいところがありません。最上はセカンドフライと三振、今日3回目のバットです。ちょっとどうですか最上選手は。苦しみですね、まあ、これがという部分があるのかもしれません。最上選手の場合はベテランコーチ兼任33歳ということで若干こう、まあ、体調も万全でない、まあ、怪我を抱えながらというところもあって若い澤田選手と予選が、まあ、長丁場になるということで併用で使われたりもしたようなんですが、この辺りでこの本大会なんかも2人をうまく使っていきたいと言ってましたが、こちらは一塁側の応援席はこれあれですね、川本さん、よくあの選手なんかもね、はい、お子さんがスタンドに来てっていうこともありますからね、選手としてももしかするとそういったご家族の方もいらっしゃってるかもしれませんが、ちょっと逃げる球を当てていきましたが苦しいバッティング、ショートゴロ。この打席も最上のバットから快音が聞かれませんでした。しかし補強で4番のこの国忠のレフトへの鮮やかなバッティングで6回の裏またまた追いつきました。6回終わって4対4の同点です。
4番に起用されました補強選手国忠の一振りで試合は三度同点に追いついて4対4。そしてゲームは終盤、残すところは3イニングス。ラッキーセブンの河合楽器の攻撃は3番の奥村からとなります。先ほどはちょっと気負いすぎましたがショートフライに倒れましたが、最初のラッキーな内野安打も含めて今日は3打数2安打結果も残しています、奥村。さあラスト3イニングスですね。そうですね、このピッチャーの出来が問題ですね、はい、ですね。ちょっと力入りましたがルイスが追っていってファールフライ、ワンアウト。先頭の怖いバッターの奥村をエース上野、そしてルイスのバッテリーがキャッチャーフライに仕留めました。これあれですね、ルイス選手も、まあ、言葉あれですけど普段から慣れてるピッチャーだけに球種とかも知ってるでしょうしね。そうですね、なかなか落ち着いてリードしてますよね。なるほどなるほど、いいと思いますね、今度は4番の深谷を迎えます。ご覧のように背番号30番のシールがヘルメットに貼られているんですが、まあ、本来はピッチャーで主力選手の久保田投手が背番号30番をつけているんですが、まあ、今年は選手会長もしているこの久保田選手が4月に右肩の靭帯を痛めまして、まあ、今大会は予選にも参加できなかったということで、その久保田投手の分までということで、まあ、全員がこの30番をヘルメットに貼ってこのドームでプレーしています。可愛がってでも逆に河合楽器の方もですね、オーソドックスなといいますか、ある程度そういう意味では狙い球絞りやすいピッチャーに変わりましたよね。そうですね、変化という意味では、はい、相川君の方が、打者の手元って言いますかね、で変化するタイプですね、はい、割と上野君の方がスッとくるって言いますかね。そうですね、まあ、オーソドックスなピッチャーという感じですよね。打者にとっては、はい、まあ、幾分取り合いやすいかなという感じはあると思いますね。ですね。スライダーを叩いた、ドカンと一発という応援歌に乗ってレッドスタンド上段、よたびリードを奪いました。大会43号は再びの一発、エース上野リードを許してしまいました。今ホームイン5対4、また河合楽器がリードを奪いました。ラッキーセブン、いや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 、ここですけどもちょっと甘いですけど、でも思い切って引っ張りましたね。ですね、ただまあやっぱり打たれるべくして打たれちゃったような球ですかね。そう、ちょっと高かったですね。いやしかし中盤ぐらいになってからかなりこう大花火大会の様子を呈してきましたね。面白い試合ですけど、本当ですね、見てる方は面白いですけど、本当ですね、監督は辛いですなるほどなるほど、その辺は監督のご経験もあった川本さんとすればね、その辺の心中痛いほど分かるかもしれませんが、さあそして今度は5番の志村です。ただまあ今日が大会5日目、昨日まで4日間で1回戦12試合ありまして、そのうち1点差が4試合、2点差が3試合と非常に今年はクロスゲーム多いんですけどね。多いですね、まあ、お互いにチームが均衡してると言いますかね、平均してるんじゃないかなと思いますけれども、この試合も終盤来てこの展開ですから、まだ1点2点の攻防になりそうですね。まだまだ分かりませんねここは変化球で志村のバット空を切らせました。エースの上野、守備の方でちょっと精細がありません。庄司、ここまでノーヒット、ただ昨年は東芝戦敗れましたけれどもサウスポーで今大会も好投を見せました左の高橋投手からホームランも上がっています庄司。
第2打席でもご紹介しましたが、国士舘大学では4番を打っていたという長打者、長距離砲のこの庄司。上野投手もこの打たれた後ですよね。そうですね、とにかく予選では上田監督をして勝因は上野の粘りに尽きると、とにかくそれほどの信頼感のエースを送り込んできたわけですから、まあ、これ追いついてでまたすぐ取られちゃったというのは正直ね、上田監督としても計算外。そうですね、まあ、お互いにそういうゲームをやってると思うんですね。本当ですね、すごいぐらい。ただ可愛がきとしてはここは何か簡単にと言いますかね、取られた後にまたすぐ突き放した、ね、今日は結構苦心していた可愛がきの攻撃ですが、オールイスが取りました。一発を打たれた後はエースの上野が踏ん張りました。しかしこの回4番深谷のホームランによりまして可愛がきがまたリードを奪いました。5対4可愛がきがリードしています。また1点を追って今度はラッキーセブン三菱重工広島の攻撃です。さあ三菱重工広島、ここまでは点を奪われた後はすぐ取り返しているというパターンで追いついてきたんですが、7回また一発でリードを許してしまいました。三菱三角が流れます。レフト側、ごめんなさい、一塁側の応援席、そして打席にはレフトの山田が入っています。7番、山本さん、三菱重工広島の方は取られた後すぐ取って追いついてるんですけども、そうですね、まあ、先頭バッターが出るか出ないか違いますよね、はい、逆に河合とすれば取られた後ゼロ入れるとですね、結構精神的にもね流れも変わってくるでしょうね。そうですよね、まるでなんかあそこの間に鏡があるような感じで、本当ですね、いいことですね、取った後の回に同じ点だけ取り返しています。三菱重工広島、この回は山田からです。亜細亜大学時代はベストナインに4度輝いたという中軸選手として鳴らしました。山田また行ったか、ライトへ奥村の、いや守備範囲でした。またあっという間に取り返すかというところでしたが、三菱重工広島、山田の一振りはライトフライに倒れています。さあそして打席には途中から守備に入っています、今日最初のアットバットとなります片岡健太郎です。広島工業時代は甲子園にも出ました、11年目のベテラン、28歳。3年前準優勝した時はこの片岡がキャプテンでした。予選でも8番で32安打3ホーマー、今年5月の京都大会では打撃賞を取っています。こうやってみると本当変わって出てきた選手も強打者がずらりと揃ってますね。そうですね、今井が追い込んでます。今井投手も
非常に自分の持ち味を生かしたピッチングとなっています。低い球うまく打ちました。レフト線片岡はどうする。一塁回って止まります。おーっと送球が逸れている。応接して片岡二塁へ。ワンヒットワンエラーです。今中継に入ったショートの悪送球ということですが、今野口はどうしましたかね。送球を投げる必要ですよね。なんですけども、ここでレフト線に打ちます。でレフトが回り込みます。バッターの片岡は一塁回ったところで止まりました。でこれなんですけども、ちょっと意味がわからないですね。セカンドへ返すつもりで、でも一塁オーバーランしてるっていうので一塁に返したかったんでしょう。それにしてもでも結構あさっての方向投げちゃいました、ね、そうですね、そしてルイスの一振りライト前、打球の行方を見てから片岡スタートを切りましたので三塁ストップ、ワンアウトランナー一塁三塁。いやこれルイス選手は本当シャープのバッティングしますね。シャープバッティングですね。初球をライト前に弾き返していきました。オランダバッティングです。変化球ですけど ね、いやいやなんかアベレージヒッターとしては非常に今後は楽しみなね選手と言えそうです。さあそしてこのルイスのヒットでチャンスが広がったところで、逆に河合楽器はマウンド上に村瀬監督行きました。ここは一通り一息入れたというだけでベンチへ下がります。ただキャッチャー西野中心に何か内野陣はかなり入念に言葉を交わしました。扇の要今日はホームラン持っている西野がこの2倍の良さをどう引き出していくか。そして打席はトップに戻って平岡です。同点のランナーが3塁、そして逆転のランナーが1塁です。で河合楽器ですが気持ち浅めぐらいですね。そうですね、中間守備ですね、はい、予選では当たっていながら今日はヒットのない平岡。これ平岡選手はピッチャーが右サイドの今井投手に変わってますけども、どの辺に気をつけてバッティングしなければいけませんか。そうですね、まあ、気負わないことがまず第一だと思いますけれども、はい、ピッチャーとしてはこれ近めのゴロを打たせたいとか、打ち上げました。センターへ上がったがレフトがセンターが福山取りました。三塁ランナータッチアップ、ルイスも二塁へ行った。これはルイスはアウト。しかしおホームインは認められないのか。いや 入ってますよね、入ってますよね。ホームインの方が先だったということで5対5同点に追いついてルイスは2塁アウト。いや三菱重工広島結果的には平岡のセンター犠牲フライでまたまた同点に追いつきました。7回終わって両者がっぷり四つ5対5の同点です。よたびリードを奪いながらまた追いつかれてしまいました。ゲームは7回を終えて5対5両者本当にがっぷり四つという展開になっています。
いや村瀬監督も本当にしつこいなという感じでしょうかね。そうですね。川本さんから伝統的に三菱重工広島粘りがあるという話もありましたけども、本当にそれを痛感してるでしょうね。まあ、あらかじめ分かってたと思うんですよね。だから、まあ、やるなということで、うちも負けては折れんとこういうことでしょうけども、はい、まあ、この回なんかも大事ですね。そうですね。ですから、そうですね、はい、まあ、少なくともリードして勝ち越されてない、同点で止めてるんですよね。そうですね。でも監督ってのは嫌な気がするんですよね、こういう時は。どっかで流れがこう変わってくるんじゃないかと。なるほど。まあ、先手先手で言ってるのはいいんですけれども、はい、どこかで流れが変わるんじゃないかなっていう、そういう気分はありますよね。なるほど。で、三菱重工広島の方なんですが、セカンドの神がこれまだ出てきてないんですが、守備を変えるのか、はたまた何かアクシデントでもありましたでしょうか。いや、変えないと思いますよ。ねえ、となると何かちょっとアクシデントでもありましたか。ただ、まあ、上田監督も球審の方と言葉を交わしてましたが、あ、でも野手がキャッチボールを始めてますから、さっきレフトでちょっと中途半端な走塁しましたよね。はいはい。セカンドに滑り込んだ時に何があったんでしょうかね。まあ、そんな感じですね。でもマッサージをベンチの奥で受けてますが、まあ、出てきましたね。ごめんなさい、これマッサージ受けてたのはあれですね、ショートの平岡の方ですね。失礼しました。セカンドの神はこれベースのところでいましたので失礼しました。平岡、先ほど犠牲フライを打った平岡の方がちょっとトレーナーの方にマッサージを受けて遅れてましたけれども、ようやく守備につきました。さあ試合再開です。8回の表、7番の大石からという下位打順。初球変化球で入ってきました。マウンド上の上野、これ終盤になりましたけども、上野投手、石井投手、今井投手両方、これピッチャーは何一番気をつければよろしいでしょうか。やはりコントロールミスだと思いますよ。あ、そんなに速いボールを持っているわけじゃないですから、やっぱり丁寧に低めに、コントロールミスが、はい、ピンチを招くということになると思いますよね。そうですね。今上位も下位もないですから。ないですね。本当ですね。コントロールミスが一番の問題だと思いますよね。はい、そういった部分でこれキャッチャーのリードも非常に注目となっています。両キャッチャーとも今日はバッティングの方もいいですからね。そうですね。で、やっぱりキャッチャーバッティングの方もいいとリードもされてくるってよく言いますけど、やりやすいですね。そして上野をリードするルイスなんかもう乗りやすさということではもうね、典型的かもしれません。これ三振です。ワンアウト。打点の血が騒ぐということで非常にチームを元気づけているというこのルイス・カマルゴ。楽しそうにやってます。本当ですよね。どうか乗ってますね。大石が三振に倒れて、今度は今日2安打の平山です。変化球、上野投手は簡単にこうポンポンと追い込みますね。そうですね。コントロールはいいですね。そうですね。ただ球そのものは押し球じゃないですからね、はい、一発がやっぱり怖いですよね。インサイド、あ、ここは3球勝負、手が出ませんでした。平山ツーアウト。キャッチャールイスと構えたちょっと内側でしたが、ここはでもいいところ持ってきました ね、 いいですね。やっぱあの辺のコントロールが彼の生命線と思いますし、ナインも信頼するそのゲームだと思いますよね。なるほど。さあそして西野、先ほど一時は勝ち越しとなりますライトスタンドへのツーランホームランを放ちました。
にこれ三菱広島とすれば乗せたくないバッターです。同じ静岡のヤマハはキャッチャーの平野選手あたりが非常に攻守でキーになって最後決勝タイムリーということでキャッチャーのバッティングで結局延長戦優勝候補の一角に津浦を破りました。第2代表のヤマハさんよりも先に帰るわけにいかないというプレッシャーがあると昨日の村瀬監督言ってましたが、さあここはセンターです。吉岡下位打線エース上野が3人できっちりとゼロに抑えました。8回の表終わって5対5の同点が続いています。8回の裏、三菱重工広島の上位打線からの攻撃を前に河合楽器の村瀬監督はマウンド上3番手サウスポーの吉原を振ってまいりました。吉原静岡の浜名高校から東亜大学に行きまして大学2年の時は神宮大会優勝の経験があります。入社3年目24歳のピッチャーです。予選では登板のなかったこの吉原を上位打線にぶつけてきました。村瀬さん、浜本さん、これは2番の吉岡、4番の国忠、左の強打者対策ということなんでしょうか。これはひょっとしてこの吉岡君1人の、じゃないかなと。なるほど、思いますけれども、その辺りででも向きで帰ってきましたね。そうですね、逆に三菱重工広島とすればいいバッター先頭の吉岡です。今日はつなぎ役としてそして先頭ランナーとして出たときもヒットで出てますし非常に仕事をしています。吉岡を迎えてマウンド上吉原外へ流れる球左ピッチャーでしかもやや変速的ということで左バッター打ちづらいですね。外が遠く見えますね、はい、3球三振この辺はうまく自分の持ち味を出しました。外の変化球吉岡悔しそうな表情をしてベンチへ下がりました。そして右のセンツですが続投します。このイニングはじゃあ投げろとですかね。今日当たっていないセンツ、そしてこのセンツを挟んで今日2ホーマーの国田が左なんですよね。そうですね、この辺ぐらいまでという計算でしょうか。そうですね、この吉岡君と国田君を見て、はい、ここで左ということにしたんですかね。それでセンツ君が当たってないですから。なるほど、なるほど、だったらなんとかということなんでしょうか。ただでも逆にこういう場面ですといや怖いですよ、ですよね、当たってないということはどっかでまた打つわけですから。そうですね、打ち泥っていうのがありますから、そういう意味で怖いですね。ただ今井投手を受けたこの吉原投手も変化球をうまく投げ分けてるって感じですけどね。そうですね、タイミングだとちょっと変則のピッチングしますよね。ほうほうほう、しかも左のサイドですから、タイミングどういうふうにかなと思います。ここも低めです。マウンド上の吉原投手なんですけども、
今年春のスポニチ大会の準々決勝で、まあ、あの東芝戦チームは敗れたんですけども、3番手で登板しまして3回をわずか1安打奪三振4でピシャリと抑えたと。そうですか、ということで、これ打者一回りぐらいは、まあ、よく出しちゃうワットワットなのかもしれませんが、結構こうタイミングはまだバッターしんどいかもしれないですね。そうですね、引っ張りすぎてもよくない。確かにそうですね、終盤ですから。そうですね、慎重に投げてほしい。はい、目低めを丹念についていきます。逆にセッツは2-3から次の6球目何を待つか。ハイコースは危険だと思います。そうですね、長打力のあるバッターです。セッツ予選でも11試合で5ホーマー1試合3発もありました。ラストボール空振り三振、力入ったか。最後の最後に来てキャッチャーのミットと逆に行ったんですが、コントロールミスでしたが、スッツのバットが空を切りました。ツーアウト。しかし息は抜けません。今日2ホーマーの4番、国忠を迎えます。ご覧のように第2打席ではソロホーマー、第2打席、第3打席ではツーランホーマーで、試合を再び振り出しにこの先発を放っています。右にも左にも打ってますからね。ここはしかし詰まらされました。セカンドゴロです。大石が取って一塁へ、リリーフ成功。3番手吉原が怖いクリーンナップをピシャリと抑えました。8回の裏、三菱重工ゼロが入って5対5、いよいよ9回の表裏、最後の攻防です。最後両者がっぷり四つの展開はいよいよ最終回を残すのみとなりました。9回の表、河合楽器は打順よくトップの野口からの攻撃となります。さあいよいよ9回を残すのみとなりましたが、これでもどんな結末が待ってるかちょっと予想つかないですね。いやもう全くつかないですね、取ったら取られ、取ったら取られですからね。本当ですね、三菱重工広島の粘りを褒めるのはやぶさかではないんですが、ただ三菱重工広島も勝ち越せないんですよね。そうですね、さあ今日もそしてこの試合も1点を争う攻防となっています。まあ、何か一つ今大会を象徴するかのような、まあ、両者がプリオスで終盤に来て1点2点の争いというそんな図式となっています。大会5日目の第1試合、三菱重工広島対河合楽器。上野が追い込みました。ちょっとでも何か納得のいかないような顔つきですが、思ったより球走ってないんじゃないかなと思うんですよね。自分で思ってるよりも、そういう感じがしますからね。ただ丁寧には投げてますよね。そうですね、外いっぱい。球が走ってなければ内なりのピッチングができますね。それだけ慎重に投げているってことじゃないですかね。はい、この外いっぱい見逃しの三振です。先頭ランナーをまず打ち取りました上野。続いて2番は福山。
ろうかというところです。この奥山君、小村君の前に、はいはい、なんとして出てもらいたいですね。そうですね、奥山君どうもね、小村君ランナーいないと力んじゃう気がするんですね。そんな感じですね、先ほどの回なんかその典型でしたよ ね、 その前もそうです。センターへ弾き返した、センター吉岡の頭上ですが守備範囲、追いつきました。奥村の前にランナーを出すことができませんでした。ちょっと思わずにっこりというこの吉岡の表情。いや、ルイス選手だけじゃなくて三菱重工広島の選手たちは結構あれですね、野球楽しみながらやってますね。こういう試合に慣れてるんですかね。なるほど、なるほど、予選立てに11試合もやってないですね。逆にこちらは予選無傷の3連勝で第一代表で勝ち上がってきました静岡代表の河合垣。さあ、2アウトランナーなしで奥村を迎えます。面白いですね、はい、どう攻めどう打つかという興味ありますよね、はい、まず初球アウトローまっすぐで入ってきました。2球目画面釣り玉でワンエンドワン。上野投手もさすがにベテランですので勝負を焦らないで、そうだよね、じっくりとと言いますか、ね、上野ルイスのバッテリーが怖いバッターを奥村に対して、今度は3球目じゃあ外ワンツー、まあ、村瀬監督は、まあ、予選ですともこういう場面で本当にことごとく歩かされて、ツーアウトランナーなしからでも結構歩かされたりもあったと思うんですが、ただ次は先ほどホームランを放った深谷が控えています。変化球、これはスイング、ツルツー、前に攻め方をしてましたね。あ、ですか、まあ、多少ファーボールになってもしょうがないというような気持ちを持って、はいはい、甘いコースを選んだと言い聞かせながら、ね、なるほど、なるほど、そうね、失投だけはしまいと、うわ、内側変化球、ナイスピッチングだ。上野は駆け足で、そしてルイスは何か余韻を楽しむかのようにゆっくりとベンチへ下がります。9回の表、河合垣無得点、5対5の同点が続いています。楽器が先制すればすぐさま追いつき、突き放せばまた食らいつくという展開で、文字通り両者がプリオツ、土俵中央の攻防は5対5、いよいよ最終回9回の裏、三菱重工広島の攻撃を残すのみとなりました。さあ、そして河合楽器の方ですけれども、川本さん、はい、やはりピッチャーを変えて右ピッチャーの尾崎を送ってきましたね。そうですね、去年の秋に右肘そして今は治ってるようですけど、ね、はい、去年の11月に右肘の手術をしまして、本格的な投球を始めたのは今年の5月からという、まあ、復活を飾ったこの尾崎です。まあ、ヤマハと決定戦では先発しまして6回3分の1を1失点1に抑えました。まあ、そういった好投もあってこのドームにやってきました河合垣。復活したこの尾崎に9回の裏のマウンドを託します。打席は上、上茂雄です。今日は
ット1本。ただ先ほどはまずい走塁がありました。打ち返したセンターの前、先頭ランナー、そしてサヨナラのランナーが出ました。さあここで神のバッティングですが、いいコースですよ。そうですね、打ってますよね。で上田監督ですが代打を送りますね。最上に変えて、これ選手の21番の澤田です。先ほどご紹介した通り、予選ではこれ最上と澤田併用で4番バッターを競わっていました。ベテランと上がるということで、ただここでこれ中軸打者、ホームランバッターの澤田を持ってきたということは送らないんでしょうか。送らないですよね。ですね、広島商業時代はピッチャーで甲子園行きました。そしてその年のアジア大会に現在ジャイアンツにいます。当時秋田慶応大附属高校の小野仁投手とともに高校生では2人全日本に選ばれました。あっとキャッチャー逸らしている。応せずして神は2塁へ。もったいないですね、尾崎のワイルドピッチ。サヨナラのランナースコアリングポジションに行きました。マウンド上の尾崎、三塚のワイルドピッチ。難しい交代なんですね。ピッチャーにしても責任がありますし、はい、私なんかも経験ありますけれども、なるほど、非常に緊張するマウンドなんですね。なるほどね。ましてや実は尾崎投手は東京ドームの経験というのは実は4年前の66回大会、彼の入社1年目でした。その時は日本 IBM 安との対戦、10対10の延長10回の頭からリリーフしたんですが、先頭打者にいきなりホームランを打たれて、その後1つのアウトも取れずに2人でのスカウト。そうでした。そのあたりの苦い経験があって尾崎選手、今大会は少しでも長くマウンドにいられるということを目標にしたいと言っていたんですが、ただここはサヨナラのピンチです。逆に三菱重工広島ビッグチャンス到来。1回戦過去6回無傷で勝ち上がった、この1回戦不敗神話が生きるのか。これ考え方としてはもうランナー何人出てるんですか。もう埋めてもいいですね、甘いコースは絶対ダメですね。ですよね、この辺でここノーツーです。キャッチャー座りましたが、フォアボールを怖がったらいたんですよ。そうですね、これある程度決めていった方が、あ、立ちましたねキャッチャーね。おっと危ない、危ないですね。わずか本さんの声が漏れましたけど、びっくりしましたですね。これでも尾崎投手の精神状態がどうかなと。今のボールを投げるということは、ちょっと考えられないですからね。ですよね。ちょっとキャッチャーが軽くジャンプしなければいけないというところ、澤、まあ、田を結局敬遠で歩かせたところで村瀬監督がラインをまたぎました。そしてマウンドへ行きます。村瀬監督ピッチャー変えますね。少しでも長くドームのマウンドにいたかったと目標を立った尾崎なんですが、打者2人、自らのピッチングができないままにベンチへ下がります。で代わって川井楽器は補強の中尾をここで使ってまいりますか。マウンドは中尾仁志です。5番手となります。これ河合楽器は初めて村瀬監督補強の選手を起用してまいりました。まあ、今年は静岡からヤマハも出ました。したがってヤマハと河合楽器2チーム出たということで、静岡地区昭和選手に続きました。昨年、まあ、ヤオハンジャパンという企業チームを起用しましたので、まあ、有力な補強選手がちょっと取れないということですね。今日なんか補強選手をここまで使っていなかった村瀬監督なんですが、この大事な場面でマウンド上に中尾を送ってまいりました。
関東自動車から補強の中尾仁。奈良県の生まれです。高校は大阪の大淀高校。関東自動車に入りまして8年目のピッチャーです。26歳。予選では3試合リリーフで3連投、8イニングを投げて自責点4と打たれてはいるんですが、河合学期との試合で2番手として猛投しました。5回を4安打自責点2、でも最初の4人がもうほとんどピシャリだったんですね。そうですか、何かその持ち味でいいものがあるんですね。ですね、まあ、こういう場面出てくるわけですから相当気の強いとかですね、はい、なるほど、それ精神的なものがあると思いますね、はい、ただ自身は初登板となります。それもありますね。ですね、まあ、はい、1球目がこれ大きいんじゃないですか、はい、それが取れるかと思いますね。なるほど、で逆に三菱広島はこれ山田が打席に入りますが、どうしますか、これ送ってきますでしょうか。本来3番打ってるバッターで、まあ、あんまりバントはしてないんでしょうけども、ああ送るでしょうね、しますかね。さあどうするか、マウンド中尾、打席に山田、バントの構えなし。いやいやいや、中尾も変わりっぱな、若干様子を見ようかということもあったんでしょうか。低めの球、ボール球から入っていきました。神が帰ればさよなら。都市対抗1回戦不敗神話は7と伸びます。三菱重工広島、ツーボールは痛いですね。三塁側の応援席とすればもうマウンド上の中尾に託すしかありません。サヨナラのピッチを背負ってのマウンドとなりました。ましてや補強、ましてやドーム初登板、プレッシャーかかりますね。ここね、3球目ライトへ、さあどうする、神谷三塁を蹴った蹴った、1回戦不敗神話は7と伸びるのか、ホームイン、負けない三菱重工広島サヨナラ勝ち、1回戦不敗神話は7と伸びました。最後の最後、9回の裏で土俵際打ち上げました、三菱重工広島。主君ルーキー山田のタイムリー、6対5、三菱重工広島に凱歌が上がりました。両監督が今がっちりと握手を交わして、そして2人のマスコットガールも握手を交わして、そして一塁側三塁側さらには列島だからも熱戦を司った両選手たちに大きな拍手が送られます。いや川本さん、よく打ちましたね。よく打ちましたね、本当ですね。もうそれにつきますね、やはり粘り強さというのはどこかにあるんですね。ですね、まあ、試合の前にイミジクも上田監督率います三菱重工広島は粘りのあるチームだと川本さんからお話がありました。そして最後は結局この山田の一振りで6対5、9回サヨナラ勝ちを収めました。まあ、前半はもう圧倒的河合のペースだったんですけども、そうですね、まあ、終わってみるとヒット数が11本の10ですから、あほとんど互角になっているとです、ね、ということは後半に追い上げた、うん、上野君がまあ落ち着いてピッチングをやって、はい、あれが流れを変えたですね。そうですね、河合楽器の方とすれば逆に1回2回ちょっと一押し二押しできなかったのが痛かったですね。そうですね、この第1試合熱戦となりました。まだ余韻も冷めやらぬところですが、この放送は13時41分1時40分まで、あと、2分少々お付き合いいただきたいと思います。まあ、健闘むなしく敗れ去った河合楽器の方なんですが、ただ、まあ、あの村瀬監督も言ってましたけど、若い選手が徐々に力をつけてきて、まあ、そういったことで全国で勝てるチームを目標にやってきた、まあ、その目標は達成ませんでしたけど、どうでしょう、そこかしこに高素材が光ってましたね。そうですね、力をつけてきたっていう感じがありますよね、はい、だからこの後また楽しみじゃないですかね。そうですね、
そういった部分でちょっとここのところ静岡地区の社会人球界球部などが相次ぎましてレベルが下がっている部分もあるんですが、今後の河合楽器の奮闘に期待したいところです。逆に一塁側の応援席も息上がるところですが、三菱重工広島、これは本当にチームも乗っていけそうですね。そうですね、この勝ち方はみんな喜んでると思いますよ、スタンドも、はい、本当ですね、でみんな仕事したっていう感じですよね。そうですね、で実はあの川本さんからもお話ありましたけども、代々三菱重工広島というチームは補強選手をうまく使う、そんで補強選手が結果出すと言ってましたが、今日もその言葉通りとなりました。そうですね、はい、やっぱり監督とかそのチームの考え方として補強選手はもう全員一緒なんだというふうに徹してる部分が、はい、あのいいんじゃないですかね。そういうところが迷わず補強だけども先発で若手のピッチャー使う、はいはい、これが、まあ、流れがうまく乗っていったということになるんじゃないですかね、そうですね、まあ、そしてこの後ご覧のように三菱勢あと2つ続きますんで、長崎名古屋もねこれ息上がるところですね。はい、お伝えしてまいりました。三菱重工広島と河合楽器の試合は粘って粘って三菱重工広島が6対5でサヨナラ勝ちを演じました。お話は元本大県野球部監督の川本明人さん、実況担当加藤志郎でお楽しみいただきました。川本さんどうもありがとうございました。失礼しました。三菱重工広島の1回戦不敗神話は7に伸びました。